かに取れないからな。強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。震度4が福崎県伊東部、富島県西部、その他山形県南部でも震度3を観測しています。ここからは地震情報に全て切り替えて。どうしよう、うちの生徒たちどこに行ったの。このままじゃ私学校に戻れない。すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか。落ち着いてください。何があったんですか。すみません。私この近くにある翡翠学院高校の教授で比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。喜んで探します。すみません、ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。おい、そこの兄ちゃん。怪しいやつだ。
悪いな。人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈で顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった？今そこを走っていきましたよ。逃げ足の早いやつだ。地中があんなに延期だってさ。初めてよ。待って、どうなってるの？分かる範囲で教えてください。もう面接してもらいたいんですけど、今日の面接は延期となっております。大きな地震だったね。見てきたけどビルが倒れてすごかったよ。面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？いや、たまたま通りかかったから寄ってみただけだよ。そうですか。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済